す。すいません、久々の舞台なもんでちょっと声のボリュームがバカになってました。すいません。今日はこの謎に包まれた松戸ピエロの好きな食べ物を紹介したいと思います。よろしくお願いします。ただ好きな食べ物といっても我が輩地獄の同期種なんで恐ろしいグロテスクなものかもしれないので、そういうのが苦手な方はお気をつけください。まず我が輩が好きな食べ物第3位、それは寿司屋さんに行ったら真っ先に食べます。続きまして我が輩が好きな食べ物第2位、それは サーモン。お寿司屋さんに行ったら2番目に食べます。そしていよいよ栄えある第1位はそれは お寿司。イクラもサーモンも食べれますからね。以上松戸ピエロでした。どうもありがとうございました。